今回はですね、ボールが上がらない方のために詳しく打ち方とですね、動き方などを詳しく説明していきたいと思います。まずそもそもクラブが何番使ってるかにもよるんですけども、上がらないクラブで上げようとしてたりとかですね、するとすごく大変な作業になってしまうんですが、もともとそのショートアイアンとかウエッジとか上がるクラブでさらに上げようとしてる方と、いろいろこう上げ方に差があると思うんです。なのでその一つ一つ解説していきたいと思います。平井博明のワンアップゴルフ。まずはですね、これ今7番アイアンを持ってるんですけども、7番アイアンぐらいで球がまず上がらない方っていうのは原因がいくつかあるんです。まずはボールの位置普通に構えてアドレスをします。この時に上げて下ろしてきます。下ろしてくる時に、例えばちょっと距離を出そうとかすると、構えたアドレスの位置よりも体が打つ前に左にずれてロフトが立って降りてきてしまう。これがまず一つ原因ですね。ボールを潰そうとしたりですね、飛ばそうとしてこうやって重心が左に移動してますと、最初の重心がここに対して打つ時にこうなりますんで、折り際に当たるようなイメージなのでロフトが立ちます。それで上がらなくなってるという理由がまず一つですね。次にハンドファーストを意識しすぎて、これも先ほどと同様なんですが、ただ重心が左に移らずにリストをほどかないでこういうふうにロフトを立ててしまってボールが上がらないっていうのが2つ目。あとはですね、そもそも上げに行こうとしてダフってこういう球です。これ多分まあ7番アイアン以外でもヘアウェイウッドなんかでもすごい多いミスなんですけども、もしかしたらその100切るか切らないかの方でボール上がらないミスでもしかしたら一番多いかもしれないです。もう一回ちょっとやってみますね。ボールを上げようとして多少右足体重になったり、こうボールを右から覗きすぎたりしてこういうふうに上がらないっていうミスショットが3つ目。これもしかしたら多いかもしれないですね。こういうショットの直し方なんですが、特に動きで直すっていうことはほぼないんです。何で直すかって言ったら、当たるクラブを使えばいいんです。難しいクラブを使ってるんで簡単に上がらない。ああいうふうにダフって左に巻いたりですね、それを逆に今度腕がこうピンと張って上げようとしてこうやって右に行ったりとかですね、こういうミスっていうのが出るんです。なので素振りもしないで真ん中にポンと構えて楽なスイングをして簡単に飛ぶクラブをまず選んでいただくのが一番早い選択の一つだと思います。その次にやっぱりそのクラブを買い替えない、このクラブをずっと使うんであれば、そのクラブが優しく感じるぐらい練習量を増やしてあげることも手段の一つとなります。とにかく練習量が足りてないと、ボールをどのようにヒットさせてあげるかというのが知る前に練習を終えてしまうことが多いので、必ず練習量にしても練習する日数にしても、その自分が今お持ちのクラブを、ああこのクラブすごい練習してもうすごく付き合いが長いな、癖を知ったなというまでそのクラブを使いこなすとですね、ああこういうクラブはこういうふうにして上がるんだというのが分かってくるはずなんです。あとはシャフトですね。必ずシャフトって打つ時にシャフトってこっちにこうやってしなる、逆しなりをしてこうやって当たるんです。こうやって、なのでこうやって当たるわけではないんです。シャフトってボールに当たる時にはこうやって当たるので、しなってなかったらパチンとうまくボールにクラブが戻ってこれないんですね。棒のままこうやって打ってしまうことに なったりとかですね、あとはそのシャフトのしなりを使わないで先ほど言ったようにこうやって打ってしまうと全然シャフトがしならないですね。前回の動画なんかでもシャフトはこうやって使ってたらダブル X 使ってもレディース使っても変わりませんよって言ったのと一緒で、この向きになって初めてシャフトってこうやってしなるんです。でもずっとこうやってクラブをリリースしないでこういう移動をしていると
硬いシャフトを使っても柔らかいシャフトを使っても変わらないので、球を上げるということが多分自分の体でこう感じられないと思うんですね。なのでクラブというのは必ずアドレスの位置に戻る、この位置に戻ってくるというのが一応考えの中で一番強く持っていただきたいポイントです。そうするとその番手の構えた時の適正ロフトでボールに当たりますので、その番手の高さが自然と打てるということになります。なのでその辺をですね気をつけていただいて、クラブを必ずアドレスの位置に戻す、プラスアドレスの体の位置をあまり移動させない、変えないで回転をしながら打ってあげる、これがその球を簡単に上げるためのポイントですね。これが7番アイアンです。で今度はヘアウェイウッド行きますけども、ヘアウェイウッドももう今の7番アイアンの解説とほとんど一緒なんです。インパクトのところに必ずアドレスの位置にクラブが戻ってくるというのがもう大前提なので、そうするとやっぱ先ほども言いましたけども、その番手のロフトで当たって球が浮いていくというのが一番優しいというか簡単な考えになります。なのでインパクトのところで必ずクラブが戻ってくるということを意識していただきたいということなんですが、ちなみに僕今打っててインパクトのところでバチンと戻ってくる意識は多少はあるんですけども、きっちりこう戻ってきてる理由がありまして、それは戻ってくるシャフトを使ってるということなんです。戻ってこないシャフトだったり戻ってきすぎるシャフトを使うと自分がここだというタイミングに合わないんですね。前回の動画なんかでもそのシャフトの選び方とかですね、しなり方について解説してると思うんですけども、それの動画をちょっと見ていただければなんとなく分かってくると思います。でちょっと改めてやりますけども、例えばシャフトが硬すぎてしまうとしなり戻りって言ってポンと戻るスピードがすごい速いので左に行きます。一概には言えないんですけども、硬いと左行きます、柔らかいと右に行きます。これ勘違いして逆を思ってらっしゃる方結構いらっしゃるんですけども、硬いと左、柔らかいと右に行くが、まあ、一応基本的なシャフトの硬さのこうチェックの仕方ですね。ボールの飛び方、ちゃんとヘッドバランスもあるんですけども、やっぱ重すぎたり軽すぎたりするとそのシャフトに対して重さを決めていかないといけないので、適正な重さの方がいいですね。それなんかショップの方とかに聞いてみるとすぐ分かると思います。ちなみに僕は 80g のシャフトに X のシャフトですね、硬さにバランスが D3を使ってます。撮る動画の内容でですね、ちょっと現役の時使ってたクラブを持ってきたんですけども、めちゃくちゃハードです。ただしなるタイミングが合ってるのでなんとなく打てます。9003、これめちゃくちゃ、まあ、ハードでもハードの中にもこうちゃんとこうパチンと戻ってきてですね、ヘッドもそこそこ適度に重さを感じながらインパクト迎えられるんで、9003っていうシャフトをご存知の方なら分かると思うんですけども、名前よりも意外と優しく楽に打てるクラブです。すごい打ちやすいですね。まあ、ヘッドもちょっとこう薄くて3番ウッドなんですけども、すごい球を拾いやすくてこうちゃんとこう球が上がっていく、そうなんです、上がるクラブを使ってるんです。なんで意外とどことは言わないですけども、白い色を押してるメーカーとかですね、いろいろあると思うんですけども、あとはシーシャーとかですね、そういうメーカーのクラブなんかは確かに飛ぶんです。ティーショットなんかで打つとすごい飛ぶんですけども、僕はですよ、僕が打つとめちゃくちゃドロップします。スピン量が最近のクラブってすごい少ないので、ちゃんとポンと上に浮いてくれないですよね。なのでちゃんとスピンが入ったこう滞空時間の長めのボールが打てるクラブの方が僕はすごくいいので、そういうクラブを使ってます。なんで僕にはちょっと、僕はローパワーなんで、そういう白いヘッドのクラブとかはですね、ちょっと僕合わないんです。こうドロップしちゃうので、ドライバーと同じぐらい飛んじゃう時があるんで、あまりこう使い物にならない、球が強すぎちゃうんですね。
スプーンとしての用途を発揮していただきたいだけなので、ちゃんとこう3バウンドの距離を打てるクラブを選んでます。今回はですね、そのボールが上がらない方のための動画を撮ってきましたが、とにかくそのシャフトのしなり方だったり、持ってる番手のロフトを意識して、これぐらいの高さが適正だとかですね、ネットとかでもいろいろその高さについて の角度だったり、あとはどれぐらいのこうヘッドスピードだったらどれぐらいの距離を打つとか、いろいろ書いてありますので、例えばそれ以上飛ばそうとしたら突っ込みますし、それ以上上げようとしたらこう右足に体重が残ってダフったりっていう球が出ますので、それだけ注意していただければと思います。では今回はですね、動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。